はい。今回はですね、Web 集客の仕組み設計7ステップということで、実際に私たちの運営者側が作っていくってなった時の流れについて解説をしていきます。お客さんの進む流れとはちょっと逆の順番で作っていくという順番で作っていきますね。ステップ1からステップ7、これも7ステップあるんですけども、まずランディングページを作って、無料の何かオファーをして、 ステップメールで教育をしていくためのステップメールです、ね、ステップメールを作って、オプトインページを作って、集客できるホームページを作って、フェイスブック広告で出稿して、でメールマガジンは定期的に発行していきましょうと。いうふうな、このセブンステップをやっていきますで。一つ一つ見ていきたいんですけども、まずランディングページを作るっていうのはね、会員性を紹介するページを作ります。 で、これがないと、申し込みを受け付けられないので、いつまで経っても申し込みが入らない、集客できないってことになってしまいます。ですので、ついついね、ブログからやるとか、YouTube からやる、メルマンからやるって方いるんですが、ランディングページをまず最初に1番目に用意をしておかないと、告知できるページがないんで、結局売り上げ上がらないってことになりますので、しっかりランディングページを作ってください。まあ、ペライチというツールを使うと、まあ、こういった ランニングページが出来上がります、まあ。テキストとかですね、ボタンとか見出しっていうものは簡単に入れられますので、ぜひペライチなんかを使って告知ページを作ってみてください。で,ですね。まあ、無料プレゼントということで、次はどういうものかというと、これいきなり会員制にね、お金を払ってもらうのは難しいので、無料で情報を提供して、一部お試しとかを取り入れて、正式申し込みへ誘導しましょうという流れですね。 一部お試しをするわけです。例えば、初月無料、お試し型って売り方はあるっていうことはね、ご紹介しておりますけれども、その、例えば、初月無料、初月500円とか1000円とかでやってみると。その後に、まあね、セールスをしていって、まあ、1ヶ月目から切り替わるタイミングで正式入会してもらうって流れですね。まあ、最初の、まあね、言い方悪いですけれども、人参ぶら下げるって意味ですね。興味のあるものにくっついてもらって、そこから改正に誘導するということです。 ま以前はね、私たちこういう動画講座っていうものを提供していまして、動画を3つとか5つ見てもらって、最終的に最後の動画で会員制に案内するっていうやり方をやってました。ウェブ集客実践講座っていう動画を無料で与えて、そこから誘導してきたっていう流れですね。で続いてステップメールなんですけれども、これはね、無料プレゼントを受け取った人にメールを送ります。で段階的に教育をしていって、最終的に会員制を売るランニングページに誘導しましょうということですね。 これはメールチンプなんていうね、これ HTML メールっていう形式でデザイン性のこう施されたメールです。非常に見やすいですよね。これ計測ができますので、しかしこのリンクとか貼ってあると思いますけど、これクリック率とか、開封率とか、読者数なんかが見れますので、こういったものを使って段階的に教育をしていきましょうということです。無料のものに登録してもらった人に対して、これを例えばね、3つ、5つ、7つ、10つともいいんですけど、それを段階的に送っていって、最終的にランディングページに誘導するということですね。 でオプトインページなんですけども、これは無料プレゼントそもそもに登録するページなんでないとね、メールアドレスが収集できないので。でポイントは、一目で何をするか分かるシンプルなページ。まあこんなイメージであります。動画講座なのか、小冊子なのか、メール講座なのか、無料相談なのかっていうのは人それぞれ業界によって無料オファーは異なると思うんですが、そこからメールアドレスを入手して、ステップメールなりですね、まあ、メールアドレスをとにかく収集するページになります。で集客用ホームページは、 ま、定期的にブログ記事を更新するのがいいんじゃないかなというふうに思います。ブログを読んで、興味を持った人に無料プレゼントをね、オプトインページに流すわけですよね。ブログの記事のバナーとかですね、記事の下に CTA、Call to Action なんて呼ばれるものがあります。ブログ記事を読んで、一番記事の下にリンクを貼っておいて、そこからオプトインページですね、先ほどのオプトインページ飛んでもらって申し込みをしてもらうと。で、もちろん無料プレゼントなんで、そこから最終的にステップメールを経て、 会員制のランニングページを案内すするという流れですね。まあ、一つのモデルとして、こういったホームページを作って、このホームページの中で、ブログの記事を更新していくイメージですね。Facebook 広告なんですけども、まあ、Facebook 広告はね、お金を多少払って、まあ、500円とか1000円からでも始められますので、で入り口を増やしていくと。でダイレクト販売型と無料プレゼント型を使い分けましょうということですね。 直でワンステップで売っちゃうものと、無料プレゼントを挟んでからステップメールで売るっていうやり方がありますので、どっちも、ね、こう効果が高いので、使い分けるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、過去にこういった動画講座を売って、これは無料ウェブ動画講座という広告出てるので、これはステップメールバージョンですね。無料オファー型の方で提供しています。もちろんダイレクト販売で売ってる場合もありますので、こちらは、ね、使い分けてくださいで。メールマガジンなんですけども、これは定期的な接触のメディアとして活用しましょうと。と 会員制を一発のね、そのステップメールからの教育で、ランニングページ誘導で、申し込まなかった人も別のタイミングで申し込む可能性、これ、大いにあります。3ヶ月後とか半年後にやっぱりね、会員制入りたいんですって方、非常に多いので、ぜひぜひですね、メールマガジンで接触を保って、メールマガの中で、まあ、誘導するとか、セールスをするっていう仕組みを作っておいてください。 まあこれもメールチンプでこんな感じでできますので、何かメールソフトをお使いの場合であればそちら使っても全然構わないので、まあこういった流れでウェブ集客の導線とこの辺で言っています。この仕組みを作っていくと会員制の誘導がスムーズにいきますので、この流れ、正しい順番で作ってみてください。